ソン・ブラウン・ジュニアは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。第二次世界大戦に参戦した、アメリカ海軍軍人の古株の一人で、太平洋戦争初期に、アメリカ海軍の空母任務部隊を率いた提督の一人。ある程度の戦果を収めたものの、やがて前線から退き、戦争の大半の期間を、裏方として過ごした。ルーズベルト大をサポートするブラウン。 演説するのは、カナダ首相キング・ウィルソン・ブラウン・ジュニアは1882年4月27日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。海軍兵学校に進み、1902年に卒業。卒業年時から、アナポリス1902年組と呼称された、この世代の同期には、ジェームズ・リチャードソンがいる。成績はリチャードソンが、アナポリス卒業後、 各種勤務を経たブラウンは、1920年から1921年にかけて、ブラウンは海軍大学校で学び、中佐に昇進する。カルビン・クーリッジ、ハーバート・フーバー、両大統領の補佐官や戦艦、コロラドの副官を経て1929年には、ニューロンドン潜水艦基地司令に任命され、1932年に大佐に昇進した後は、戦艦、 カリフォルニア艦長に就任する。1934年に海軍大学校にスタッフとして加わり、2年後の1936年には少々に昇進して偵察艦隊訓練航空隊司令官を務める。1938年2月1日からはアナポリスの校長を務め、1941年2月1日に平時の名誉新旧で中将に昇進して、 偵察艦隊司令官となった。1941年12月8日の真珠湾攻撃の後、ブラウンは空母、歴ントンを機関とする第11任務部隊の司令官となる。真珠湾攻撃で戦艦は壊滅したものの空母が無傷だったため、当面は空母を使って反撃に打って出ることとなった。太平洋艦隊司令長官代理、ウィリアムパイ中将は、ブラウンの 第11任務部隊に当初、ジャルート艦将あるいは、ギルバート諸島奇襲の任務を与えていたが、ウェイク島の戦いの状況が厳しくなってきたので、フランク・ J ・フレッチャー少将を率いる、第14任務部隊の支援に回った。第11任務部隊と、第14任務部隊は、ウェイク島近海に急行したが、12月23日に、ウェイク島守備隊が降伏したことにより、真珠湾に引き返した。 1942年1月下旬、空母任務部隊による奇襲作戦が再び行われることとなり、ブラウンは1月23日に第11任務部隊を率いて真珠湾を出撃。マーシャル・ギルバート諸島機動空襲に呼応して、ウェーク島を攻撃することになっていたが、随伴の給油艦、ナチェスが日本潜水艦以後第72潜水艦の雷撃で失われ、 大体のタンカーも用意できなかったため攻撃は中止された。日本軍の進撃は1月23日にラバウルに到達し、進撃を阻止するためブラウンの第11任務部隊がアンザック部隊に編入された。ブラウンは即座にラバウル攻撃を進言し、リアリーがこれを承認して、第11任務部隊によるラバウル攻撃が行われることになった。第11任務部隊は、 ラバウルの北東海域に向けて進撃していたが、2月20日にブーゲンウィル島近海で日本軍の97式飛行艇に発見されたのに、続き一式立航17機による空襲を受けたが、しかし回避運動により燃料を大幅に消費したため、ラバウル空襲は断念せざるを得なかった。ブラウンはラバウル攻撃を一度は断念したが、ラバウルを攻撃するには、 空母は2隻以上必要と進言し、この進言に基づいて、フレッチャー率いる空母、ヨークタウンを機関とする第17任務部隊が派遣されることになった。ブラウンは2つの任務部隊を率いて再度、ラバウル攻撃を試みることになったが、戦況によって計画は突然変更される。3月8日、日本軍はニューギニア島のラエ及びサラモアに上陸し、 ブラウンは目標をライト・サラモアに変更した。3月10日、早朝、2つの任務部隊からの攻撃隊は、応援スタンレー3役を超えて、ライト・サラモアを奇襲し、特設巡洋艦、コンゴーマルなどの日本軍艦船を撃沈及び、撃破した。合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将のブラウン票は、かなり良いとも、攻撃精神に欠けるともされるが、 キングによる、教会以前に、ブラウンの健康状態は良くなく、その身を案じた、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ対象の、計らいによって前線から去ることとなった。ブラウンは4月10日付で、第11任務部隊司令官の職を、オーブリー・フィッチ少将に譲り、太平洋水陸両用軍司令官に転じた。ついで7月15日には、少将の位置に戻って、 ボストンの第一海軍区司令官として東海岸に移り、1943年2月9日からはフランクリン・ルーズベルト大統領の海軍補佐官を務める。ホワイトハウス内にはルーズベルトのために作戦地図室なるものが作られ、ブラウンの任務はその作戦地図室の管理だった。1944年12月1日、ブラウンは中将の位で退役したが、 人事局付として引き続きルーズベルトの補佐官を務め、ルーズベルトの死後に大統領に就任したハリー・エストルーマンの下でも海軍顧問として仕えた。ブラウンは1957年1月2日にニューヘイブン海軍病院で亡くなった。74歳没。第一次世界大戦の戦考で海軍十字章を第11任務部隊司令官としての戦考で、 海軍主君賞を受賞した。ブラウンの訃報に接したエレノア・アルーズベルトは次のような追悼文を寄せた。私はウィルソン・ブラウン提督の訃報を聞いて悲しみに暮れています。彼は長い間私の夫と共にありましたが、夫は彼のことを気に入っていました。彼は1945年に退役し、私は何年か前にコネチカット州のウォーター報道に住んでいた。 提督夫妻のもとを訪問したことがあります。彼はとても興味深い経歴の持ち主であり、誰彼なく彼を評価したものでした。私は提督のウォータホードの家に夜まで呼ばれた数少ない友人の一人として彼の業績に対して感謝の言葉をかけました。家族や友人、彼の下に仕えた人間からの敬意と賞賛を保ちながら彼は 人生の幕を閉じてあの世へと旅立ったのです。エレノアルーズベルト、ありがとうございます。